監視する猫メイ君、クーちゃんの場合。我が家のデカ猫メイ君のクーちゃん2歳。少年の宿題の監視役です。この日もなかなか宿題を始めない少年。こらこら、またお腹にモフモフしてる。もうなんで少年も勉強しないんだろうな。少年のお気に入りはくーちゃんのふわふわの毛。暇さえあればこの通り。少年にいじられても逃げ出さないのは、くーちゃんもまんざらでもないからなのでしょうか。もう勉強多すぎる。僕のお弁に乗らないでよ。ここで寝ないでよ。今日もたくさん宿題残ってますね。どんどんバンバン勉強しないと夜になっても知らないからね。こら、集中せ。とにかく脱線しがちな少年。まるまる気に1枚終わったくーちゃん、モフモフ。くーちゃん、もう1、もう5時半じゃん。もう外も真っ暗です。2枚やったらくーちゃんムクムク。この日はおやつで釣る作戦。1枚終わったら1本フルーツを食べていい約束なのに。少年終わってないのに食べた。くーちゃん先生ちゃんと見張ってて。くーちゃん先生まで少年と一緒に遊ぶな。とうとうこの日は夜までかかる。全部終わったらおやつのチョコを食べていいと言ったのに、終わってないのに持ってった。ここまでおいで、あかめ。困ったやつだね。もう全部食べちゃった。この日もフラフラしてなかなか宿題に取り掛かろうとしません。どうします、くーちゃん先生。そろそろママの雷を落とすしかない。少年こっち来て。はい。踊りながらやってくる少年。これ何の踊りだ。ひょっとこの踊りです。フラフラして困ったもんです。チャンネル登録よろしくね。